そうですね、毎日もう同じ練習を何回もしてて、自分で考えては技は出てこないんですよ。いつも同じ動きをしてる中で、ちょっと例えばその日体がちょっといつもと違うコンディションやった時に、でもその時になんかこうパッと違う動きが出てきたりして、それをまた違う動きを何回もやると新しい技ができたりして、多分みんなと違うのは多分そういう時にほとんど毎日練習してるんですけど、いつもいろんなコンディションで練習してるので、そういう違った形、自分の独特なスタイルっていうのができるっていうのが自分の技の。日本人は想像力が豊かだと思うんですよ。で、僕がその外国行って思うのは、外国の人たちは本当に体当たりっていうのが多いと思う。で、日本人はショーケースにしてもブレイクのスタイルにしても本当にみんなすごい考えてやるっていう人が多いと思うんですよ。だからそういうテクニックとか、もう全然違うスタイルが生まれるんだと思います。はい。